前回の動画ではパランティアテクノロジーズの設立の背景とどのようなスピリットで運営されているかを見てきました。今回はその続きとしてパランティアテクノロジーズを投資という面から見ていきたいと思います。今年5月の初めにパランティアの2023年第一四半期の決算発表が行われました。この時の発表内容では市場の予想を超える1株当たり5セントという結果を出しました。前四半期の2022年第4四半期に続く2期目の黒字となりました。この発表を受けて株価は急上昇し、その後も上げ続けています。この動画制作の時点では株価は15ドル前後で推移しています。約1ヶ月で 100% という爆上げの状態です。この間一時は17ドルを超えることもありました。株価上昇の理由は大きく分けて2つあります。1つは最近の AI ブームにうまく乗ったということ、2つ目は2期連続で利益を上げたことが好感されたためです。前回の四半期でも初めて利益を出したと話題になり、株価は急上昇しました。しかしその時は長続きせず、すぐに元のレベルに戻ってしまいました。パランティアは2020年9月末に IPO を果たし、その後4ヶ月ほど上昇を続けて、終値ベースの最高値は39ドル、一時は45ドルをつけています。しかしその後株価はじりじりと下げていきました。そして昨年の5月からつい先日までの1年間はレンジ相場に入り、低迷が続いていました。パランティア株の値動きは短期トレードとしては面白いかもしれません。トレードでは株価の変動が激しいほどチャンスになります。しかしそれは同時にリスクでもあります。つまりギャンブル性が高くなり、高いオッズの賭けをしているのと同じようなものです。すでに過去の動画でもお伝えしていますが、現在私は一切トレードをしません。私が行っているのは全て長期投資です。その意味では株価の変動率が高いというのは、私にとってはリスクというよりも安く買い増しができるかもしれないという意味でもあります。なぜかというと長期投資ですので、目指す利益率は最低でも数百パーセント以上です。例えば最低でも3倍とか5倍ですが、基本的にはその銘柄が10倍はいけるだろうという確信が持てるまではメインのポジションにはしません。分散投資はしない代わりに、時間をかけて確信を深めていくことが大切だと考えているからです。そこそこの会社の株を20銘柄保有するよりも、圧倒的な強さの株を数種類持つ方が大きな利益を出せるのだろうと考えているからです。これは私が尊敬するバフェットやマンガーからの教えです。彼らはテック系グロース株には投資しませんが、彼らの投資哲学は私の投資スタイルを根本から変え、そのおかげで現在の私があります。仮に16ドルで買った株が半分の8ドルになったとしましょう。普通なら 50% も損したと嘆くことでしょう。しかし良い企業に長期投資をしているなら、この株が仮に160ドルになった時はどう思うでしょうか。16ドルで買った自分を褒めてあげたくなるのではないでしょうか。同時に16ドルで買った株が8ドルになったことを嘆いていたことなど忘れているのではないかと思います。つまり極論すれば、160ドルを目指しているならば、16ドルだろうが8ドルだろうがほとんど関係ないわけで、もっと大切なのはそのビジネスをしっかり見るということです。株価の変動に嘆いている暇があったら、投資先のビジネスについてしっかり学んだ方が良いという考えです。また短期トレードよりも長期、あるいは超長期の投資の方が圧倒的に強いというのは、様々な事例を見れば明らかだと思っているわけです。もちろんそれに異論を持つ方も大勢おられることでしょう。それはそれで良いと思っています。あくまでもこれは私にとって最適な投資スタイルだということであり、万人に当てはまるとは限らないと思います。大切なことは自分に合った投資スタイルを見つけ出し、それによって利益を上げ、それぞれの人が最高の人生を歩めれば素晴らしいことだと願っているわけです。いずれにしてもパランティアテクノロジーズはまだまだ成長過程の企業であり、長期保有しながらどのような変化をしていくのか見守っていくべき株だと考えています。このような考えがあったので、これまで最高値では20ドル台で、低いところでは7ドルを切ったところで買い集めてきました。以前投稿したパランティアテクノロジーズの動画で私が慌てる必要はないと言ったのは、このような地味な買い集めをしていけば良いという意味でもあったわけです。現在の株価は IPO の少し後につけた最高値から見ればまだ半分にも満たないレベルです。
まして時価総額が1兆ドルに届くまではまだ30倍以上の上昇が必要です。それだけ考えてもまだまだ先は長く、これからも乱高下を繰り返すと予想できるわけです。仮にそれまでの間にこの企業が予想したほど優れたビジネスがないと判断すれば、投資をやめて他の優れたビジネスに振り分ければよいのです。その上でパランティアの優れたところは何かといえば、まず第一に借金がないということです。企業が倒産する原因は資金ショートです。しかしパランティアは無借金で、なおかつ売上が上がっているということは倒産の可能性がないに等しいということです。つまり現状では株価の変動以外はリスクが低いと私は判断しています。長期投資では株価変動は織り込み済みですから問題ないと考えています。大切なのは株価の変動ではなく、あくまでもビジネスということです。次にパランティアが優れている点は、売上が一貫して上がっているということです。リーマンショックが起きた2008年から見ると、それ以来売上が右肩上がりの状態です。そして2021年からはフリーキャッシュフローがプラスに転じました。そしてついに前四半期からは純利益が出るようになったわけです。現在のような経済環境下にあっても、売上を伸ばし続けて純利益を出せるようになるということは、その事業に強みがあるために他なりません。現実的にパランティアと競合する企業は存在しない状態です。例えばパランティアの一番最初の顧客である CIA に対して、パランティアに代わって同等のサービスを提供できる企業はないと言われています。それだけパランティアのサービスは特殊だとも言えます。ところがパランティアは投資家の間では評判を落としてきました。その理由の一つに株式報酬が挙げられます。パランティアは優秀なスタッフを積極的に採用していますが、その際に他のテック企業とサラリーで競うのではなく、株式報酬を積極的に活用してきました。現金を使う代わりに株式で報酬を払うわけですが、これは会計上では支出となります。つまり経費は増大する上に、株主にとっては株の価値が希薄化することを意味しています。希薄化とは、発行株数が増えるために1株当たりの価値が下がってしまうことです。 CEO のアレックス・カープはこのことについて、負債を持たずにキャッシュを維持し、報酬を株式で払うのは最悪の事態に備えるためであり、パランティアは時間の問題で利益を出すようになると投資家に説明していました。この数年間における変化を見ると、株式報酬の量が減少してきています。その一方で売上が増加しているので、ビジネスの効率が上がったとも言えるわけです。これまでおよそ14-15%くらいの株式が追加発行されたのだと理解していますが、パランティアは存在しない市場を作り上げるという非常に難しい課題に取り組んでいるのです。そのためにはテクノロジーを理解し、営業とプレゼンテーションの能力が高いというような非常に優秀なスタッフが必要です。飛行機は離陸するときに最も大きなエネルギーを必要とします。しかしひとたび目指していた高度1万メートルに達すれば、大したエネルギーを使わずに高速で飛行を継続できます。パランティアのビジネスも同じことだと考えています。そのためのコストがわずか 15% だと考えれば、ただみたいなものだと言えるわけです。また安定飛行の状態になれば、必要に応じて自社株買いということも可能になるでしょう。実はこういったことも長期投資の利点だと言えるわけです。実際今回2半期連続で黒字化したのは、間接的に株式報酬が貢献していると言えます。パランティアの強みとしてもう一つ挙げられるのが、粗利益の高さです。この約2年半の間、すべての四半期で 78% か 79% の粗利益を出しています。ソフト関係のビジネスはマージンが高いことで知られていますが、パランティアの利益は特に高いと言えます。例えば SaaS の超優良企業である Salesforce の同時期の粗利益は 70% 前半か半ばまでが最高ですが、まだ成長過程であるパランティアの粗利益には及びません。今後パランティアの事業が拡大してスケールメリットが向上すれば、 Salesforce の利益率を圧倒する可能性もあるわけです。また今回のパランティア株の大幅な上昇は、2019年の第三四半期から始まったテスラ株の上昇を彷彿させます。テスラのビジネス、売上と販売台数ではそれまでにも一貫して増加していました。しかし設備投資とモデル3のロボット化の失敗のため、純利益が出ていなかったのです。その結果株価は低迷していました。
私は当時すでに株価ではなくビジネスにフォーカスしていたため、一貫してテスラ株を買い始めていました。そしてその後、四半期ごとに黒字化を達成するたびに私は全力買いを仕掛けていったわけです。現在のパランティアは当時のテスラ株と状況が似ていると感じています。パランティアが今後ものすごい勢いを維持していけば、間違いなくセールスフォース程度の規模には成長すると予想しています。セールスフォースの時価総額は現在およそ$200ビリオンです。つまり相当遠くない将来にパランティアは現在の6倍ぐらいはいくのではないかと予想しているわけです。しかしまだまだ目が離せません。なぜならテスラと違って彼らの製品は自分の目で確かめることができない上に情報が限られているからです。テスラのように自分で製品を使って体験したり、他のユーザーに意見を聞くことができないわけです。つまりテスラ株よりも分析が困難だと感じているわけです。私は今のところパランティアテクノロジーズのビジネスについてこのように考えているわけです。さて皆さんはパランティアについてどのような意見をお持ちでしょうか。ぜひご意見ご感想をお願いいたします。また投資判断は自己責任で、そして無理をせず慎重にお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。